さあ始まりました、えなこのネバーギブアップ。イエーイ。この企画はえなこがゲームに関するさまざまなことにチャレンジしていく企画です。今回もこちら駒沢オリンピック公園陸上競技場よりお届けしております。よーい、すごい。どんなことがあってもネバーギブアップな精神で最後までやり遂げたいと思います。はい、今回も頑張ってください。それでは早速参りましょう。今回の企画はこちら。今回のゲームはパソコンでプレイする無料ゲームの QWOP。 プレイヤーは陸上競技に出場する QWOP というオリンピック選手を操作してゴールを目指す。プレイヤーが操作できるのは Q と W と O と P のキーだけ。転ぶことなく前に進み 100m を走り切る無理ゲーの名作。今回のチャレンジは QWOP で 100m 完走を目指していただきます。さあ、QWOP というゲームだそうですが、うん、やったことありますか？いや、ないんですけど、でもキーを4つしか使わないわけですよね。 Q と W と O と P。 そうですね、はい、いや、全然いけると思いますよ。あ、そうですかね。うん、もう全然なんで、うん、まあ、ネバーギブアップの精神でやり遂げたいと思います。はい、頑張りましょう。それでは QWOP やっていきましょう。はい、ちなみに世界記録は51秒だそうです。ウィキペディアによると。なんかいけそう。インドの方かな。更新しちゃいそう今日。マジですか？更新しちゃいますか？更新しちゃうかも。はい、じゃあ早速、はい、やっていきたいと思います。 QWOP だからね。はい、じゃあもう進んじゃいます。え、ちょっと待って。大丈夫。後ろに頭をぶつけました。後ろに 1.9m。 マイナスからのスタートというか、そう、ね、先に進むしか。え、待って待って。QWOP 何に振り分けられてるかわかりますか？あ、一応 Q と W が太ももで、うん、O と P が足首なんですけど、はいはい、と足首の操作がめちゃめちゃ難しいので、ちょっとこれは難しいですね。開脚をして足首でやって、はい、で足を出して手が出た。難しい。このこれ51メートルって、まあでも、まだまだ倒れていない。いやあ、おお、難しい。ちょっとアクロバティックですね、この人。すごいですね。51ってどんだけでしょう。普通に走れる人いるんですかね。51秒でクリアしてるんですよ。クリアではないんじゃない。永遠に何メートルもいける感じなんですかね。なるほど。 100メートルまでいけるそうです。うん、あ、じゃあギブアップします。え、なんで、うん、うん、ギブアップします。え、でもほらほら、ここから練習してればいけるかもしれない。でも今見てましたよね、これ。はい、見ました。全然進めないんですよ。めちゃめちゃ頑張ってんのに。まあ、そうですね、頑張ってはいらっしゃったと思うんですけど、むしろマイナスからのスタートになってるんですこれ。マイナス 0.2 とか。いや、でもね、これほら競技場借りたし今日。いや、
借り貸し切りですよ。 YouTube 史上初の。頼んでないし、オリンピック公演を頼んでないんですよこっち。まあそうですね、勝手にスタッフが進まないし、頼んでないし、寒いし、走らされるし。そうです、これなんすかこれ。ちょっと分かりかねるところがあるんですけど、いやでもちょっとこれは無理です。えギブアップします。えのこはちゃんと走りたかった。なのにちゃんと走れなかった。だからギブアップした。少しは走ることができた。しかしそれはえなこの理想の走りではなかったのだ。持てる力のすべてを総動員してえなこは QWOP に挑戦したのだ。その姿を我々は忘れることはないだろう。えなこのネバーギブアップ、次回のチャレンジを近い将来我々は見ることになるだろう。その日まで待てよ諸君、いつか必ずネバーギブアップ。すいません、勝手に会場変えちゃって。いや私としては別に構わないんですけど、まあ大丈夫ですかねこれ、せっかく借りたのに。やばいっすよね。どうします、もったいなかったですね。そうっすよね、うん、あでもね、ちょっと難しかったかなこのゲーム。致し方ない部分もあるかなと思うんですけどね。いやそうっすね。ちなみにヨキさん走れます？どっちですか、ゲームですか、それともこっちですか？こっち、せっかく使いましょうよ。いやいやいや、ちょっと寒いんでやめときます。